こんにちは、アニマルタイガです。今回はですね、また、ケニー茨城さんのところにいるんですけど、先ほどね、水音掛けの 2.7 メートルの子を見させていただきまして、もうめちゃくちゃでかくてね、感動したんですけども、他にもですね、もうすごい僕がもう本当に魅力的なオオトカゲたちやら、大蛇たちやら、すごくね、いっぱい大きい子たちがいるので、今回はいろんなね、子たちを撮影していこうと思います。まずですね、僕が今立っていた後ろにいたのがこちらのね、もう白飛びがすごいんですけども、一応 T プラスなんですか？そうです、 T プラスの、サルバトールモニターですね。水オオトカゲの子でかっこいいですね。もうアルビノ、僕は本当に憧れで、今一番飼いたいなと思ってるのがアルビノの水オオトカゲですけど、この子すごい綺麗だな。どうだろう、オスっぽいのかな。かわいいんだよな、綺麗、神々しいですね。やっぱり綺麗ですね、神々しいですね、かっこいいですね、憧れますね、かわいいですね、いや最高ですね。はい、続いてこちらですね、アミメニシキヘビですね。結構ね、大きい、結構大きいです、このサイズで。タイガー、オールドタイプタイガーと表記されております。かっこいい。僕はね、ダイジャもすごく好きなんですけども、手は出せてないですね。はい続いてこちらのバーミーズパイソン、ビルマニシキヘビですね。この子モルフなんですかね？それはアルビノのパープルのレモングロウです。アルビノのパープルのレモングロウ、いろいろ混ざってるんですね。めちゃめちゃ綺麗。この子はわりかしまだまだ小さいですけど、かっこいいな。ビルマニシキヘビですね。お迎え待ちです。あ、お迎え待ちなんですか本当だ、売約済みになってました。すでに売れちゃってましたね。この隣にいる子もビルマニシキヘビのアルビノグリーングラナイトだそうですね。この子はちなみにまだ売約がついてなさそうですお顔はちょっと見えないですけどね。ビルマでした。はい、続いてこちらの、この子ボアコンですか？そうです。ボアコンのこの子なんていうモルフになるんですか？この IMG です。 IMG、はい、めちゃめちゃ黒いですね。すごい。これ2匹いてオスメスなんですか？そうです。へえ。あら、売約じゃないですか売約です。売約でした。いやー黒い。出してみますか？あ、よろしいですか？はい、まあ、特定動物なのでね、第三者の接触は無理ですけど、ちょっと出していただけるということで。うわー黒い黒い、すげえ。これペアで売約なんですよね？いや、押すだけですね。あ、そうなんですね、はい、うわーかっちょいい、黒い、かっこいい、すげえありがとうございます。はい、続いてがこの子ですね。水オオトカゲなんですけども、前回のね、動画で紹介させていただいた 2.7 メートルあった子の、奥さんだそうですね。毎年卵も産んでるそうで、この子は 1.7 メートルって言ってましたね。1.7 メートルだそうですけどね。この子も大きいんですよ。でもあの 2.7 の子がでかすぎたのでね、小さく見えちゃいますけど、この子が奥さんの方だそうです。はい、続いてこちらのケージなんですけど、ここはこの子は何、ハイブリッドですか？どっちがハイブリッドですか？はい、こっちがハイブリッドで、これはイエロー、イエローで、はいはいはい。
で今あの特定動物が飼育が結構難しくなってきてるって言うじゃないですか、はいはい、でもこのハイブリッドとイエローの掛け合わせだったら大丈夫な、はいはい、特定外れそうです。なるほど、まあ、F2 になるからってことなんですよね、はい、へー、ハイブリッドとイエロー、はい、イエローが 75% になるからってことなんですか。はいはいはい、いやすごいな、その繁殖をされてるということで。そうですね、実際子供もいらっしゃるんですよね。はい、はい、こちらにねケース出してもらったんですけど、この子たちが、75% のハイブリッドだそうです。激荒なんですよね。激荒です、まあ、特定を外れてるとはいえ、まあ、希少な荒さはあるということですね。うわぁ飛んでくるぞすいません、ありがとうございます。はい、続いてがこちらのサルバトールモニターのオビトさん、はい、ということで、産地がねオビトから来ているサルバトールモニターですけど、これね、あの以前に静岡のジャパンレプタイルズショーの時にあのステージ上で丸山カリナさんの頭に乗った子ですね。こんな感じですよ。開けても大丈夫です。かわいい。やっぱこうサルバトールモニターは産地ですごく特徴が出てくるから面白いですよね、はい、帯と。かわいいですね。はい、続いてがですね、またミズオトカゲなんですけど、こちらがオスとメスですね。こちらの大きい方がね、メスで、こっちのちっちゃい方がオスだそうですけど、オスの方がちっちゃいんですけど、あ、ちょっとびっくりさせた、ごめんね。オスの方がちっちゃいんですけど、かかってるんですよね、ここで。かかってます、はい。へー、で、この子は卵を産んでる。はい、一回産みました。産んだということで、返す予定はあるんですか。次は返そうかなと思って、はい、ちょっと驚かせちゃったので下に行きたいと思います。はい、下に行ってもですね、こちらもミズオオトカゲの、こちらがですねメラニスティックですね。体が、体色が黒色になるということで、この子たちは大きい子がオスで大丈夫ですか。そうです、オスで、ちっちゃい子はメスで。先ほど撮影前に見させていただいた時にちょっと交尾行動、そうですね、乗ってました、うん、見られてたのでね、ここ子供生まれたらすごいですね。いいな、この顔ですよ。ゴジラですね、まさに。かっこいい、黒い、かっこいいですね。いやまたちょっと会いに来ちゃいましたけど、やっぱりでかいね君は、本当に。あ、怖い怖い、大丈夫だよ。でかいよこの子は、本当にでかいね大きくなって。あ、ごめんごめん、はい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 、大きいね、ありがとうね、また会いに来るね。はい、続いてがこちらですね、グールドモニターですね。ちょっと警戒されているので静かに撮影したいですけど、やっぱりねグールドっていうのはこの顔のところの目の後ろの一本線とがはっきりしていて、まあこちらはね水をとかけてもこの一本線っていうのはある子はいますけども、グールドモニターは非常にこの模様が特徴的ですよね。そしてね、今は行動は撮影できませんけども、グールドモニターは非常にね2足で、2足で立つことが得意
非常にね、あの筋肉質な体つきしてるんですよね。僕も何度かグールドモニター触らせていただいたことあるんですけど、ミゾオトカゲと違ってね、はるかに筋肉のパワーがあるな、筋肉のパワーがあるなってのはよくわかんないですけども、パワフルな体つきしてるなという印象がありましたね。はい、続いてがですね、こちらはね、すごいんですよ。ほら、頭が2個あるんですよ。青大将なんですけど、これはもうあの突然変異なんですよね、こういったのは。ですね、狙って出るもんじゃないですね。すごいでしょ、この頭が2個あるって。この子は餌とかってどうやって食べるんですか？もう一匹一匹加えて食べます。ってことは2個いっぺんに食べちゃうってことですか？はい、1匹食べ終わるの待ってて次を飲み込むみたいな感じですかね。はい、面白いな、はい、それ面白いですね。これあの2個頭があって、はい、脳が2つあるんですよね。はい、どっちが主導権とかとかあるんですか？ないみたいです。あ、どっちも、うん、反対側に行きたがるし、はい、あとその時今左の方行くんですけど、はい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 、そっちの手動で右が釣られていくみたいな。すごいな。いや、神経がどうなってるのか驚きですよね、これ。相当の青大将ですけど、あの頭が2個あるのって僕ヘビと、はい、あとカメも見たことあるんですけど、はいはい、他っているんですか？ヘビとカメ以外です。キングギドラトカゲとかはいないってことですよね。今、うん、聞いたことないんですね。なんでなんでしょうね、ヘビとカメだけこう頭がね、稀にね2個ある子いますけど、青大将だと僕初めてですね、見るの。あ、僕も初めて聞きました。そうですよね、はい、いやー、異様な形ですけども、いや面白いですね。これはなんかずっとこう見てたいですよね。どういうなんか普段見てるヘビとは明らかに動きが違うから、うわ、どっちも行きたがってる、どっちも行きたがって、どっちだ、左が勝つか綱引きやってる。すごいな頭が2つある青大将でした。ありがとうございます。はい、ということでですね、ケニー茨城さんのところでね、たくさんの爬虫類を見させていただきました。ケニーさんの方はですね、あの系列が、5つあるということで、ここを除いて4つあるということで、またそちらのね、URL、ツイッター URL とかも概要欄貼っておきますので、お近くにね、店舗があればぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まあね、多くの大型種を扱っているのがこちらの、ケニーの茨城さんになるんですけどもね、いろんなところで系列店舗ありますので、近くにあったら遊びに行ってみてください。 2.7 メートルのミゾオトカゲがいるのは茨城なのでね、見に行きたい方はぜひ連絡してみてはいかがでしょうか。完全ね、あのこちらの茨城さんの方は予約で、お問い合わせで、訪問見に来れるよということなのでね、連絡してみてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。